順調には治ってきてると思います、はい、固定なんか折れて引っ張られて下がってきちゃうのを固定するのにピンかなんか入れてたんですけど、それをもう取ってなるべく動かして、まあテスト8体のテストが7月頭なんで、それに間に合うように昨日手術してもらって骨もくっついてきてるとは言われたんで、順調には来てると思います。まだテストできてないんでどうなるか分かんないですけど、ツアーの方の感じからいけばすごい良さそうなんで、2人とも、まあ、清成さんは8体って組んでるし、ひろし君も昔から知ってるんで、すごい気持ち的には楽というか、うん、それはもう当然優勝を目指して頑張ります。まだ骨自体はくっついてない、まあ、くっついては来てるんですけど、まだ完治してないんで、なるべく早く治して次の走行に向けてしっかり万全な状況というか状態に戻して頑張ろうと思います。はい、次も応援よろしくお願いします。